質問ありがとうございます。ではまずお答えするからさせていただきます。人間社会に必要なものはビジネスと呼ばれる。しかし人間には金を稼ぐ基本的な頭脳を保有していない事実があり、頭が良くなるにはというサブカルチャーも存在する。頭が良くなるにはサプリメントを食べ、生魚を食べるのが一番良いのであるが、そのための労働も必要なのだが、人は生魚とサプリメントを勘違いして使用する。よって人間は頭が悪い。テケテケテヨー、始終も超えて未だに CD ジョッキー。最近は CD じゃなくても配信があるよー。いかがでしたでしょうか。はい、あまり若い風の、はい、芸風はですね、私の好みではないんですけれども、しょうがなくですね、ちょっとはすごくございまして、はい、そうですね、年配の方にも受けてるということですね。ありがとうございます。いつまでも若くありたいですね。はい、おそこ座っとけ、お前座っとけって。立ったままでいいやけど。お前な、学生でタバコ持って学校来たやろ。制服に煙の匂いが。大人社会っつうのはな、働いた金でな、最初は養って家計を切り盛りし、支払いディレイなくまっとうに、まあ、働いとんのか。働いててタバコ買っただ何のためにタバコ買っても働いたのか。そんなんじゃなくてな、お前には愛情というものが何なのか分かってない。親に迷惑かけて、お前これ警察から報道に立てたのか。びっくりされたかと思うんですけれども、はい、国語の味付け次行きますのでお待ちください。すぐご用意いたします。ああ、国語の採点なんだけれども、君、高校の点数悪いよ。国語だから、うん、だからその国語のテストの採点君悪い。うん、で算数は知らないんだけど、うん、え、国語、国語ってこと。ニワトリが鳴きました。朝7時に鳴きました。ここはここは、うん、先生の冗談聞いてたらさ、成績伸びないんだよね。だから、もっとこう真面目に、日本語勉強して将来いい仕事に就きたいとか、真面目に考えてさ、はい、以上になります。いつもご質問お受けいたしますので、これからもよろしくお願いいたします。では失礼します。